上向きに寝てスマホを見ながら膝を90度に曲げてお尻を持ち上げましょう。膝同士つけたままお腹をへこませて膝から肩まで一直線の状態を作ります。この状態で30秒キープ、やってみましょう。空いてる手でお尻裏もを触って力入ってる感覚があれば OK です。 NG パターンはお腹がこうやって突き出ちゃうことです。しっかりお腹はへこませたままだけど膝から肩まで一直線の状態でキープです。裏ももお尻にセルライトがつくのは裏ももお尻の筋肉を使わなすぎです。せめてしっかり使える状態、この状態を30秒キープぐらいは頑張れてほしいです。これね、ビフォーアフターに変化出ますので、できない人も大丈夫です。楽しみにしててください。 OK です。そしたらお尻を下ろして片足ずつ上げていきましょう。頑張って前ももをしっかりお腹に近づける。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかり上げることが目的。頑張って呼吸は止めないでしましょう。スピード勝負じゃない、しっかり上げ切る。頑張って。スマホ見ながらでいいですからね。裏ももとかお尻とかってね、本当に運動しなきゃほぼ日常生活で使わないんですよね。逆に前ももっていうのは使いすぎちゃうんですけど、裏ももお尻はね、本当にシンプルに使わなすぎなので、しっかりねこの動画で使う練習していきましょう。 OK。 そしたらこの右足大きく外回していきます。ご自身から見て反時計回りですね、内から外に大きく回します。早く回すことが目的ではなくて、普段動かさない範囲で大きく回すことが目的です。股関節ゴリゴリなるよーって方は、痛みがなければ大きく回していただいて大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。でどうしてもね、股関節ゴリゴリなるのが気になるよーって方は概要欄にね、その股関節ゴリゴリ解消する動画貼っておくので、ぜひ試してみてください。ラスト1回しっかり大きく回す。 OK。 逆足やっていきましょう。左足内から外に回します。こっちはご自身から見て時計回りですね。大きく回しましょう。頑張って。こっちもね、痛みある方は痛みない範囲でいいですからね。皆さんついてきてますか？もしきつかったら、僕のおすすめは各種目のね、最後の10秒サボることです。もうサボりサボりでもいいからね、最後まで完走する、それが大切です。もしくはね、 YouTube って再生速度調整できるので、再生速度早めたり遅めたりして自分のやりやすいスピードでね、やってみましょう。 OK。 そしたら足膝曲げたままですね、こう持ち上げる。前ももをなるべくお腹に近づけるイメージ。頑張って。下っ腹、お腹使う感覚ありますか？頑張って。きつかったら一回一回こうやって下ろして上げて、下ろして上げて、これでも OK。 頑張れる人はしっかり前ももをお腹に近づけて、こうやってお尻が床から浮くぐらい上げましょう。頑張って。きつい。腰痛い方絶対無理しないでくださいね。どうしてもね、腰痛い方は手をこうやってお尻の下に入れて、こんな感じでやるとだいぶ負担が減ってきます。頑張って。よっしゃ、 OK。 次、休憩ストレッチいきます。膝伸ばしてちょっと肩幅で広めに開きましょう。このままつま先内外にねじっていきます。内外、この股関節付け根から動かすイメージです。これ休憩ストレッチなんでね、まあ緩くいきましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか？一応ね、こう皆さんのやりやすいペースで、種目と種目の間の秒数とかで、あと僕の声かけとか考えてやってるので、もしもうちょっとこうしてほしいとかあれば、コメントでね、教えていただければ、できる限りご要望に応えようとは思ってます。よし、 OK。 そしたら次はですね、膝を曲げたままお尻を持ち上げます。膝曲げたままお尻を持ち上げる、下ろす。これ繰り返していきましょう。持ち上げた時に空いてる手で裏ももお尻触って、あ、硬くなってるなって感覚あればバッチリです。早くね、お尻を上げることが目的じゃなくて、普段使わない裏ももお尻の筋肉使うことが目的です。頑張れる人はしっかり膝同士つけておくとね、内ももにも効いてきます。スピード勝負じゃないですよ。自分のね、
やりやすいペースやっていきましょう。触っても OK です。ふう、頑張って。ふう、ラスト1回一緒に頑張りましょう。お尻裏もも意識してあげて OK。 よく頑張った。ふう、じゃあ次休憩ストレッチいきます。左足を右こっちに持ってきます。左膝を床につけて、この左肩もなるべく床に近づける。こうねじると、お尻、背中、腰、この辺がね伸びてくるんじゃないかなと思います。筋トレじゃないので無理にギューッとねじる必要はないです。ゆるーく、腰、お尻、背中伸びてれば OK です。呼吸だけでしっかり止めないように意識しましょう。これで逆いきましょう。次右足を左こっちに持ってきます。膝をしっかり床につけて、この右肩もなるべく床に近づける。お尻、腰、背中、この辺全体で伸びてれば OK です。こう裏ももとかお尻にセルライト、脂肪がつきやすい方のほとんどはだいたい反り腰なんですよね。で、反り腰でお尻とか腰、背中硬くなっているので、ね、しっかり伸ばしていきましょう。でですね、この次の種目から、右向きで横向きになります。スマホ持ってる方はね、スマホ持ったまま右向きに寝返り打ちますよ。 OK。 そしたらスマホ持ったまま右向きに寝ましょう。で、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝を大体90度これぐらいに曲げましょう。で、膝同士離す戻す、膝同士離す戻す、繰り返していきましょう。このお尻の横を使ってる感覚ありますか？頑張って。いまいち分かんない方はね、空いてる手でこうやってお尻の横触ると、あ、使ってるなーって感覚分かると思います。これ NG パターンは上半身動かしちゃうとね楽ちんです。何にも効きません。上半身固定したまま膝だけ離す。これね、地味なんですけどね、ちゃんとお尻の横意識できてるとめちゃめちゃきついです。 OK。次は右足前に出します。で、この上の左足、真上に上げる。なるべく高く上げる。お尻に効きます。頑張って。ふぅ、きつい。ふぅ、し、頑張って。ふぅ。こう、スポーツとかしてないと、こう、横に向かって動くとか、股関節をね、広げるっていう動きが日常生活ほぼないので、こう、真横に足を上げるって意外ときついと思います。前に上げるのはね、意外と簡単なんですけど、真横です。きつい。上半身はなるべく固定しといてくださいね。お尻の横効いてますか？きつい。頑張って。ラスト一回一緒に頑張りましょう。よーし、OK。この左手で、次は左足首掴みます。左の前もものストレッチです。前ももが伸びてれば OK なんですが、こうやって腰が反っちゃうと良くないので、お腹引っ込めてね、わざと猫背作ると良いんじゃないかなと思います。どうでしょう、前もも伸びる感覚ありますか？あんまり肩ね、こう力入らないようにしましょう。いまいち伸びない方はもうちょっとつま先の方を持ってみたりしてもいいかもしれないです。こうしたら伸びるなーって角度自分で探してみましょう。呼吸止めないことと、あんまり肩ね、こう力入りすぎないように意識をしましょう。OK。ついてきてますか？大丈夫ですか？この上の左足、真上に上げて、つま先を真上向ける、戻す。つま先を真上向ける、戻す。ふぅ、お尻の横、ここに効きます。これも NG パターンは、上半身がこうやって動いたら楽勝になっちゃいます。上半身固定で、つま先だけ、真上向ける。はぁ、お尻の横がきつい。頑張って。ふぅ、お尻の横、こう使う感覚ちゃんとありますか？頑張って頑張って。ふぅ、きつい。ふぅ、頑張って頑張って。ふぅ、あと少し、しっかりお尻の横意識して、きつかったらサボっても OK です。よし、OK。素晴らしい、よく頑張ってます。そしたら、足こんな感じで楽な状態にして、左手上げます。で、内、外にねじりましょう。ふぅ、これですね、二の腕の振り袖撃退です。ふぅ、ふぅ、あんまりこの時も肩がこうやってね、力入らないようにしましょう。こう真上に上げるっていうよりもちょっと斜め前ぐらい、この辺でもいいと思います。で、普段動かさない範囲までしっかりねじる、ねじる、ふぅ、ふぅ、ちゃんとねじるとね、体
この腕全体効いてくると思います。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲までしっかりねじる。で、この次の種目から逆向きになります。スマホ持って寝返り打ちますよ。よし、OK。スマホ持って左向きに寝返り打ちましょう。じゃ、左向きに寝たらスマホは顔の前置いておきましょう。で、膝同士くっつけて一度90度これぐらいに曲げます。で、膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す。これお尻の横意識です。上半身固定ですよ。上半身動いたら効きません。スピード勝負じゃないです。しっかりお尻の横意識することが目的です。で、ちなみにですね、ここまで頑張ってる方めちゃめちゃすごいですよ。YouTube ってデータ見れるんで、結構ね、一種目目とかでやめちゃう方結構多いんですよ。ここまで頑張ってる時点でね、もう全然ズボラじゃない。素晴らしいです。最後まで一緒に頑張りましょう。 OK です。そしたら次は左足前に出して、この右足真上に高く上げる。お尻の横意識して高く上げる。頑張って、ふぅ、頑張って、ふぅ、きつい。お尻の横意識して使ってる感覚ありますか？きついですよね。サボりサボりでもいいし、再生速度調整してもいいですからね。もうさらにね、最近僕超ヘリクツ野郎なんで、細かいこと言うと、もうそもそもね、この動画をクリックして、この動画再生してる時点でね、皆さん意識高いんですよ。もうこの動画が流れてきてクリックしない人がね、たくさんいるのがね、データでわかるんですよ。だからもう皆さん全然ズボラじゃないですからね。素晴らしい。オッケー。そしたら次、右手で右の足首掴みます。これで右の前もも伸びますか？LG パターンは、こうやって腰が反ってお腹が出ちゃうと、いまいち前もも効かないと思います。わざとね、猫背作るぐらいのイメージでいいです。おへそをへこませて、わざと猫背作るイメージ。ただ結論、前もも伸びてればそれで OK です。結構ね、こう細かい質問も来るんですけど、なんかもっとこうした方がいいですかとかって来るんですけど、まあ、もっとこうした方がいいって言い出したらね、切れないんですよ、人の体なんで。だからまあそこまでね、細かく考えるっていうのも、まあ前もも伸びてれば OK ぐらいに思っていただければと思います。OK。そしたら次、右足上げて、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。お尻の横、ここ使ってる感覚ありますか？上半身動いたら全然効きませんよ。上半身固定して、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。頑張って。きつい。お尻の横、ここ使う感覚ありますか？頑張って頑張って。きつい。お尻の横です。ここを意識して頑張りましょう。ふぅ、きつい。ふぅ、頑張って頑張って。ふぅ、ラスト一回しっかり前を向ける。オッケー、よく頑張った。そしたら足、まあ楽な状態にして、右手を上げて、くるくるねじりましょう。あんまり肩がこう上がんないようにしてくださいね。だからこうやってまあ、斜め45度ぐらいでくるくる回すとちょうどいいかもです。ただちょっと頑張れる人はね、ちょっとね、自分の体より後ろで伸ばすと、負荷が増します。まあ、いわゆる何もね、こう、ダンベルとか持ってないんですけど、ちゃんとね、内外ねじると結構これだけで効きます。呼吸は止められてくださいね。肩絶対こんな力入れないでくださいね。で、この次の種目からうつ伏せになりますので、スマホね、持ってうつ伏せになりますよ。ねじる、ねじる。オッケー、スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いておきましょう。上半身べちゃっと寝かせていただいて、かかとをお尻に近づけるイメージ、ゆっくりパタパタ動かしていきましょう。これただパタパタ動かすだけではなくて、空いてる手で裏ももお尻の境目、この辺触っていただいて、あ、動いてるな、硬くなってるなって感覚あれば OK です。でね、人によってはね、左は感覚あるんだけど右は感覚ないって人もいます。こうやってね、難しいなって感じる方をね、触って練習してあげるといいと思います。スピード勝負ではないです。裏ももお尻の境目の筋肉使うことが大切です。あと少し、よし、 OK。 そしたらですね、膝しっかり膝同士つけましょう。膝同士つけてお尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。頑張りましょう。どうしても、ね、感覚わかんないよって人はお尻触って、お尻の穴を締めるときに硬くなっていれば OK。 でさらにね、
意識してお尻の穴しっかり締めれてる人は内ももの付け根もね力入ってる感覚があるんじゃないかなと思います。なんでしっかりお尻の穴締めればお尻と内もも両方に効いてきます。頑張って。きつい。しっかりギュッと締めて緩める。よし、オッケー。そしたらですね、左手で左の足首掴みましょう。左の前もものストレッチです。左の前もも伸びてればいいんですが、いまいち伸びない方はつま先の方を持っていただいて、つま先をお尻に近づけると良いんじゃないかなと思います。ただこの時左肩がこんな風に上がっちゃわないようにしましょう。ストレッチしたらね、肩が凝っちゃったなんて言ったら本末転倒ですから、肩の力を抜いて前もものストレッチです。もしもねうつ伏せがきついよって方はちょっとこうやって上半身起こしててもいいです。楽な状態で前ももが伸びてればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 これで右手で右足首掴みます。でかかとをお尻に近づけて前もものストレッチです。いまいち伸びない方はつま先の方を持ちましょう。ちょっとね雑談になっちゃうんですけど、僕この間コラボ撮影しててね、誰かに見られてるとサボれないってよくわかったんです。これなんでかっていうと、僕実はね撮影の合間ちょいちょいサボってね、こう途中でカットして撮り直したりとかよくしてるんですよ。ただこうやって人形をね前と後ろに最近配置しだしたら、人に見られてる感じがしてね、サボれないから最後までちゃんとね一発で完走できるようになったんです。皆さんもね、もしご自宅に人形とかあったら横に置きながらやると、もしかしたら見られてる感覚になって完走しやすいかもしれないです。 OK。 そしたら次は両手を耳の横つきます。これで上半身ぐーっと反らせます。腹筋のストレッチです。腹筋が伸びてればそれで OK です。腰が反って痛いよって方は肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでも腹筋が伸びてくると思います。結構腹筋も使ったのでね、しっかり伸ばしましょう。先ほどもお伝えしたんですが、裏ももお尻に脂肪がつきやすい、セルライトつきやすい人は大体反り腰でね、背中が硬くてお腹がポッコリ出てるんで、腹筋のストレッチもねすごい大切です。でこの次の種目から上向きになります。スマホを持って上向きになりますよ。 OK、 上向きになりましょう。スマホは手に持っておきましょう。上向きになったら膝曲げておきましょう。深呼吸します。息吸って限界までお腹膨らませます。もうこれ以上膨らまないよってとこまでお腹膨らませます。ゆっくり口から吐いて、ふー、吐いて、ふー、吐いて、ふー、吐き切って、ふー、吐きながらお腹へこませて、触って硬くなってれば OK、 ふー、OK。 もう一回いきます。限界まで吸って、限界まで吸って、ゆっくり吐いて、吐いて、吐きながらお腹へこませて、ふー、お腹硬くなってますか、しっかり吐いて、ふー、頑張れ、吐いて、ふー、吐いて、ふー、よし、OK、頑張った。最後、もう一回最初にやったチェックやってみましょう。膝90度に曲げたまま、お尻持ち上げます。膝同士つけて、お腹が出ないようにへっこませる。膝から肩まで一直線。これで30秒キープ、一緒にやっていきましょう。どうでしょう皆さん、だいぶ楽になった感覚あるんじゃないでしょうか。僕はちょっと右の裏ももがつりそうですが、だいぶ感覚としては楽になりました。でさっきからね、何度か反り腰とお話したんですけど、もしねご自身が反り腰の自覚ある方は、概要欄に、ズボラストレッチの教科書ありますので、そちらから反り腰見てみてください。あと少し頑張りましょう。で全然ね物足りないよって方は追加のストレッチも概要欄貼っておきます。ぜひこのまま続けて追加ストレッチやってみてください。あと少し頑張って、お尻裏もも意識して、よし、オッケー、お疲れ様でした。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もうね、全然ズボラじゃない。素晴らしい。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価いただけると、すっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。